こんにちは、バンチャンネルです。今日はですね、阪急千里線沿線歩きをしております。先ほどですね、北千里駅から天神橋筋6丁目まで電車に乗りまして、で今駅の外に出ました。それではタブさんとフミヤ君よろしくです。あ、ここか。これ人、これほらめっちゃ人おるもん。これ あれが天神橋筋商店街か。もうこれ結構リスナーさんいろいろ教えてくれた。市役所の上にあるとかね、聞いた。はあ、これおもろいな。確かにこの模型は結構ようできとるな。大阪暮らしの今昔館って言って、天神橋筋6丁目駅上がってすぐの場所にあるとこなんですけど、すぐ横に天神橋6丁目交差点がありまして、その角のちょっと横のところにですね、今でっかいタワーマンションが建ってます。高さ150メートル超えるような、この建物があった場所に昔阪急電車の天神橋駅がありました。で、昭和44年に地下鉄境水線と直通するために、今の地下にですね、千里線の天神橋筋6丁目駅に移りましたけれども、それまではこの地上のところにですね、高架の駅が、立派な高架の駅がありました。もともと大正の末ですね、14年でしたかね、天神橋駅って開業したんですけれども、その時に、できたターミナルというのが2階の部分にアーチが3つありますけれども、ここ天神橋は一応終点でしたけれども、さらに伸ばす時にです、南側に電車を伸ばす時に、この空いてるアーチの部分からここを口にして線路を伸ばしていくことを予定したんではないかなと。このビルもまあ古くなってきたということで改装したんですけど、まあ、改装した後はもうこのアーチもなくなってしまいましてですね、まあ、もう実質上も伸ばすのを諦めたんかなというような気はしますけども、まあ、と思います。ここにあったと、そのためです、はい、でこのマンションができる前はですね、まあ、この建物の裏側にですね、新京阪といいますか千里線のですね、ホームの名残が実はあったんですけれどもね、もうマンション建てるときに当然その建物を潰してしまってますんで、まあ、もろともになくなってしまったという形になります。あ、天禄ですか。だけどここけどすごいですよね。これ日曜の商店街ってなんかもっと閑散としてるイメージある。というわけで、ちょこっと電車の駅から上がりまして、この辺りの、鉄道の歴史的な解説をタブちゃんの教授にしていただきました。一旦ここの駅からまた電車に乗って、北千里方面に向かいます。動画面白かったらいいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画までさよならです。バチャンネルがお送りいたしました。良い一日を、そして良い暮らしの今昔館ライフを。